こんばんは。今回はまあ新キャラの速報値を作ってきました。まあいつも通りの注意点として、まあ運営よりもね、集計期間が短かったりとか、まあ集計数が少なかったりするんで、まあ数字を真に受けずにね、強さの指標等とか、まああくまで参考程度にしておくのがいいんじゃないかなと思います。ということでまああんまりだらだら喋ってもあれなんで、早速入ってきますか。どうぞ。はい、まずはカルマからやっていきます。まあ、いつもだったら、字幕で補足してたと思うんですけど、普通値とかをね。今回ちょっと画像ごと貼り付けちゃいました。で、こんな感じなんですけど、まあ、見てわかる通り、使用率は、まあ、確定枠なんで高いんですけど、勝率の方がちょっと振るわないですね。非常に低くなっちゃってるので、まあ、これがなんでかっていうと、まあ、単純に環境キャラへの適正度が低いってところですよね。まあ、あとは、まあ、上位の人が、使ってないっていうところとか、あとは上位での勝率が低いってところを見ると、やっぱ一軍キャラへの能力が低いんでしょうね、多分。まあでも大体今回のキャラね、そんな感じがするんですよ。まあ愛者だけは環境キャラにまあちょっと見えるかなぐらいで、ミーヤとこのカルマに関しては基本的に二軍を倒すのはすげえ得意なんですよ。なんですけど一軍倒すのがちょっとね苦労するところもあるので。まあそういうところがネックになってるのかなと思うんですけど、でも別に弱くはないんですけどね。ただ、今の環境キャラが強すぎるだけで、悪くはないんですけどね。で、この対面なんですけど、こっちこっちの画面なんて見えないんですけど、カルマガって軌道が見えるじゃないですか。軌道が見えるってことは見切りが奪われてもね、どこに飛龍星が飛んでくるかわかるんですよね。なので、そういうとこでね、灼熱コートでの適正度が、高くて、まあ、勝率がクレーコートより狂ってるのかなっていうところはあるんですけど、でもそれでもな、全体で 53% ですか。新キャラとしてはまあ低いっすよね。カルマなんかいい使い方あればいいんですけどね、難しいとこっすよね。なんかギミック、例えば春とか、そこら辺のギミックと合わせて使うのがいいんじゃないって言われたりもしたんですけど、でも別にカルマじゃなくてヨクネ感がすごくて、もう他に強いキャラ持ってるならそのキャラでヨクネ感もあるので、いや確かにこのキャラ使いこなすの難しいですよね。はい、次はアイシャですね。アイシャなんですけど、アイシャはコートの差がそんなにないですね。勝率はどっちでも稼げてるんですけど、これ何なんですかね。ハードだったら、まあ、1か勝ってるとかで分かるんですけど、灼熱に関しては誰を勝ってるんですかね。トレオスとかですかね。そこら辺ちょっと自分持ってないからわかんないんですよね。なんか、愛者持ってる人がいたらちょっとコメントもらえると嬉しいんですけど、誰をメタってるんですかね、灼熱だと。で、まあ喋っていくと、まあ、一かの対策キャラではあるんですけど、愛者って。ただ、一か側も愛者を倒すことができまして、まあ、条件としては一か側が前で SS 打つことですね。後ろから打ったら反射を取るの難しいので、前で SS を打って、で、その反射を、さらに反射をするんですよ。そうすることによって多分相手リープ打つための SS ゲージをタップする前に多分通り過ぎちゃうと思うので、それを点決めるっていうやり方もありますね。なのでまあ一か側もまあ倒せなくはないのかなって思いますね。相手のサテライトを反射することもできるし、そう考えるとまあ完全な対策ではないとは思うんですけど、まあでもハードか難しいところですよね。普通にアマタとかでもなんか倒せそうな雰囲気はあるんですけど、愛者か、活躍がちょっと難しいですね。こういう感じでアナゼとかもいるとやっぱ使いづらいと思いますし、どういう使い方がいいんでしょうね。やっぱ持ってないと難しいですよね。どう使われるのとか考えるのって。やっぱ自分で手に入れて、やっと分かることってのがあったりするので、弱点とか強みとか、そういうのが分かったりするんで、持ってないとちょっと喋ることも難しいですよね。で、さっき後継者みだらけ持ってたと思うんですけど、意外とハードってみだらけ刺さりますよね。このアナゼとか、イチカとか、あとは、アイシャとかも、基本的にどれもこれもヘリオとかが多いので、みだらけがぶっ刺さるんですよね。まあ、リーランクスとか履いてることが多いんですけど、まあ、飛びつきさえしなければ封印はできるので、そういった意味でもまあいいのかなって思いますね。で、思ったのはやっぱ、なんだかんだ一か環境かなと思います。はい。次はミーヤですね。ミーヤなんですけど、まあ見てわかる通り勝率が非常に高いと。まあ、特に灼熱コートですね。まあグラスコートはやっぱり、敵が、まあ、結構多かったりするんですけど、灼熱コートは、まあ、敵が少なかったりするんでね。まあ、
この相手であれば牽制とかひまわりとかそこら辺も嫌ですし、あとは球速が速いけども嫌ですね。まあ、花嫁育成とかそこら辺のキャラも、チャージしれ、なんか、することができないと非常に嫌なので、このミーア側からすると。なので、まあ、衝動を置くとかそういうキャラも嫌ですね。で、ここなんですけど、なんでここでドロレンをしてるかっていうと、時間を稼いでるんですね。時間を稼いで、ヘリオが溜まるのを待つと。普通はここのリーナになっちゃったら多分相手油断すると思うんですけど、ここで時間を稼ぐことでね、ヘリオで抜こうとしてるわけですね。はい。あと1打球、次あたりで溜まると思うんですけど、まあヘリオ入っても普通だったら決まらないんですよ。でも多分油断してるんで、このぐらいの速さでも取れないと。これを狙ってるのは、これ賢いなと思いましたね。で、まあ話に戻るんですけど、このキャラはね、さっきも言った通り、2軍を倒すのは非常に得意なんですよ。ただ1軍を倒すのが難しくて、なんか、特にですけど、まあ1軍の中でも、なんかミクを意識しすぎなのかなって。ミク意識しすぎて、まあこの、オン座を守ってるじゃないですか、この精霊たちが。なんですけど、このヘビーショットの耐性がなかったりするので、ひまわりのヘビー食らうんですよね。なので、まあ、ボレーで決められるとか、そういった弱点もあるので、そういうとこあるのと、あとは、本気になるのが遅いってところですね。まあ、そういった点ではひまわりに近いんですけど、精霊を全部出してからやっと本番なので、まあ、本気出すまでが遅いっていうのが、まあ、弱点ではありますね。なので、完成する前に倒されるとかがないように立ち回る必要があるので、まあ、そういった点で、下の層よりも、高レートで、勝率の方が出てるっていうのはそういうことですね。使いこなすのが、まあ、条件だったりするので、まあ、慣れってのも非常に大事なキャラですね、このキャラは。はい、トリいかがだったでしょうか。まあ、今回の3キャラってね、すごい評価しにくいんですよ。3キャラとももちろん強いんですけど、明確な弱点とかね、苦手キャラがすでにある以上、当てたらすぐに無双できるっていうタイプじゃないです。なので、まあ、キャラゲーしてーなーって方は、5周年まで待つのが安定かなと思います。まあ、カルマ確定に関しても、まあ、今すぐ欲しいとかではないんだったら、次のオセニアンまで待ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ドリームチャンスガチャからジュエルがね、出なくなる以上、まあ、貴重ですからね。まあ、もし引くんだったらチケット優先かなと思います。まあ、カルマ以外に関しては、まあ、種属性でも灼熱でもね割と強いんで、まあ、もし当たった方は大事にしてあげてください。ということで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。